さて、今日2月23日は税理士記念日です。こちらは1942年に制定された税務代理士法に由来するんですが、その税理士と関係の深い確定申告、2020年分の受付が先週の火曜日から始まっています。今年の会場内にはこのように入場整理券を配布する場所が設置されています。こちらの入場整理券には入場時間や発券番号が記されていて、会場内が密にならないような取り組みがなされています。鹿児島市の申告会場の受付では、混雑を避けるために入場整理券を配布し、会場内に入れる人数を最大80人に制限しています。また事前に LINE で時間指定の整理券を申し込むこともできます。入場整理券を配ることで来場者をスムーズに案内でき、目立った混雑は今のところないということです。新型コロナ対策として、会場では密を避けるためにブースごとの間隔を離し、例年よりパソコンの台数を減らしたり、待合室の椅子の間隔も広々と取られていました。また一度使用したパソコンや机、椅子などはスタッフがすぐに消毒するなど対策を徹底していました。入場整理券がありまして、非常に今年初日にも来たんですけど、整然として整理されとって、係の人にご苦労さんと言いたいですね。変わったのは会場の様子だけではありません。今年から変更された税制も、これまで全ての納税者が一律38万円控除できていた基礎控除額が10万円増額される一方で、給与所得や事業所得などを合算した所得金額合計が2400万円を超えると段階的に引き下げられ、2500万円を超えると基礎控除の適用がなくなりました。控除額が増額されると減税につながります。会社員が受けられる給与所得控除にも変更があり、給与収入が850万円以下の人については、給与所得控除額が昨年より10万円引き下げになりました。控除額が減額されると増税につながります。また去年までは同じシングルファザー・マザーでも未婚の一人親に対しては対象となっていなかった家父控除が、婚姻歴の有無を問わず要件を満たせば35万円の控除が受けられる一人親控除に変更されました。また持続化給付金や雇用調整助成金などの給付金関連は申告が必要な課税対象など、コロナ禍ならではの申告もありますので注意が必要です。会場での感染対策を徹底しているとはいえ、税務署が期待する一番の3密対策は、自宅からのですね、国税庁ホームページを利用した e-tax 申告、こちらを利用していただくことが感染対策にもつながると考えておりますので、ぜひご自宅からのですね、スマホやパソコン使った e-tax 申告をご利用いただければと思います。自宅などからスマホやパソコンで行う申告 e-tax の利用者は、去年県内では全体のおよそ 25% で、今年は利用者の増加を税務署は期待しています。確定申告の受付期限は去年同様、例年より1ヶ月長い4月15日までです。 VTR の中でもお伝えしましたが、今年はコロナ禍ならではの申告もあります。まずこちらに課税対象のものをまとめました。事業者に対し売上減少など一定の要件を満たした場合の持続化給付金や家賃支援給付金、
そして営業時間の短縮に協力した際の協力金、さらに雇用調整助成金は課税の対象になります。一方こちらは非課税の対象です。特別定額給付金や児童手当の追加支給分、そしてアルバイト収入が減少した学生向けの給付金、さらに失業保険などは非課税の対象になります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。